研修所自家は、秋雨から新初頃に、両島の山岳地帯に居住していた女自家の集団を指す。満州語では、万寿グルン、五部に分かれ、西方の海西女自家や東北方の野人女自家と定立した。民末に、ルハチによって統一され、後の後金、真の基礎となった。民の第三代皇帝である、永楽三は、中国東北部へ出兵。 国旅行付近まで進出して、女神族を支配下に置いた。この時、明朝はこの地を勝負支配するため、賢州守る、賢州左、守る、賢州右、栄を設置、女神族を栄所制に組み込んだ。女神族は栄所を通じて、明朝と交易を行う中で、社会的、文化的な影響を受け緩化していった。16世紀後半に民との関係が悪化すると、 三 a の混乱に乗じて事実上独立し、有力者の率いるアイマンを形成、研修五部が出現した。両党一体を統括した民の武将理政令は、勢力を強める研修女持家を、海西女直と争わせる方針を取った。この中で彼は、スクスフ部の二冠はイランとヌルハチを支援し、後の1587年にヌルハチに研修女持家を統一させた。 この結果、万樹国を建設したヌルハチは、明朝が豊臣秀吉の朝鮮出兵への対応に追われている、暇に海にしナジカを撃破、女神族を統一して、アットキ金を建国するに至った。賢秀女子化は、満州と白山に分かれていた。満州は、スクスフフネヘワンギやドンゴジェチェンの五部に分けられ、賢秀五部とも呼ばれる。白山は、樹舎林霊ン 暴力校の三部に分けられる。ありがとうございます。